マダムからの呼び出しか。まあせめて今回は危険じゃない依頼であってほしいもんだが。また騒ぎか。まあこの前やらかしてた俺が言うのもなんだけど、まったく騒がしい街だな。仮面の女ってもしかしてマダムか？すみません、ちょっと通ります。報告を。は、各部署報告開始。商品部、デモンストレーション用の個体以外の商品は睡眠ガスを使い眠らせておきました。今後12時間は目を覚まさない予定でございます。次。管理部、商品の輸送中 VIP への被害を防ぐためパッキングを補強いたしました。次。広報部、 VIP 向けの商品プレゼンテーションの準備を完了いたしました。よし、全準備完了。
おぼろ様、すべての準備を完了いたしました。準備に支障はないだろうね。はっ、バンタンの準備が整いました。よし、では商品の管理に必要な最低人員だけを残し、他は身なりを整えろ。その格好でお客さんの前に出るつもりはないでしょうね。はは、承知いたしました。では解散。おぼろ様、どちらへ。私がここに残っていれば、あんたらがリラックスして休めないだろう。少し夜風にでも当たってくるわ。では、お供いたします。休めるときに休んでおけばいいものを。変なやつめ。好きにしたまえ。これはこれは、お越しいただき光栄でございます、おぼろ様。で、例の場所は？はい、こちらへ。他の客が来ることは？問題ありません。今から一時休憩に入る予定でしたので。訪ねてくる人がいたら私のところへ案内するように。あの、すみません。ああ、申し訳ございません、お客様。ただいま休憩時間に入る予定でしたので、よろしければ次の機会にまたお越しいただけないでしょうか。あ、その、ついさっきここに入ったという仮面の人に会いに来たのですが。あなた様がそんな若さで。いや失礼いたしました、お客様。それでは少々お待ちを。今確認を取りますので。ええ、おぼろ様、お客様が参りました。お部屋へ案内してもよろしいでしょうか。は？もう来た？まあいいわ、入らせろ。はい、少々お待ちを。よく来たわね。今日は君に頼みたいことがあって呼んだんだ。
それでマダム、今回はどんな仕事で呼び出したんだ？マダム？館長と呼びなさい。それより、予定よりずいぶん早いお出ましね。何の、貴様は、ウーマ！は？まあ、フーマだが、どうしたんだ？貴様、なぜここに？いや、ま、館長に呼び出されたから、なんだが。私に呼び出された？何を寝ぼけて。いや、それはまあいいわ。こんなところで会うとは。あの時の借りを返さないとな。え、借りを返すって俺は忍法、催眠刻印。催眠？まさかお前は、おぼろ。八つ咲きにしても足りない奴が自らのこのこやってくるとはな。ひき肉にして豚の餌にしてやるわ。ですがおぼろ様、そやつはエドウィン・ブラック様の指示で生かしておくべきでは。そうだったわね。まあいいわ。催眠刻印にかかった以上、このガキの体はこの私の意のままなんだから。魔界の桐生先生が対魔人についている以上、それも難しいかと。まったくどいつもこいつも。だったら今だけでもボロ雑巾のように散々もてあそんでやるわ。まずそこにひざまずけ、サンシタ。おぼろ様。気分はどうだい、風魔のガキめ。はっ、おぼろ様に使える喜びこそが僕にとって至高の幸せでございます。それだけかい？もっと言うことがあるだろう。以前は大変なご無礼を働いてしまい申し訳ございません。この命をもって償わせていただきます。てめえの命などには興味ないわ。そうだな、まずは靴でもきれいに舐めてもらおうかしら。はい、喜んで。つまんないわね。おろそかな点がありましたら何なりとおっしゃってください。このクソガキめ、何をさせても反応が薄いから面白みがないわね。さて、意識だけ覚醒しな。はぁ、あ、は？意識が浮上しない？何かに塞がれてる？こいつの忍法の影響か？まったく、
つまらないことばかりだね。おぼろ様、そろそろ大事なビジネスの時間です。って、あれ？何か、いや、それで艦長、俺を呼び出した理由は？呼び出す？ああ、そうそう。私が呼び出してたのよね、あんたを。ちょっと頼みたいことがいっぱいあったものだからね。は？これもか？そうそう、ちゃんと傷つけないように片付けなさい。あんたのちっぽけなお小遣いでは絶対買えないものだから。なめるなよ。こう見えてもここに来る前にトキコから1万円ももらってたんだからな。はっ、1万円ね。ゼロをいくつ足しても足りないわ。げえ！いや、こんなゴミみたいなものがか？わかったならさっさと片付けなさい。丁寧に、念入りにな。おぼろ様、VIP の方がお見えになりました。もう来たのか？せっかく楽しくなってきたところなのに。誠に残念ですが、お戯れはここまでの模様で。そう、わかったわ。ではビジネスに向かうとしようか。今回だけは見逃してやるわ。せいぜいあがいてくれよな、クソガキ。あれ？マスター、さっきまでここにいた仮面の女はどこに？仮面？何のことでしょうか？お客様はずっとお一人でこの部屋にいらっしゃったのですが。え？いや、さっきまで。あれ？私はおぼろ。名乗りはいらないかしら。せいぜい寝首をかかれないことね。